国民の生活が第一なんて政治はですね、私は間違ってると思います。今18歳で国防の義務ということとセットになっています。この国を守る義務があるから、主権者の権利行使、最大の権利行使であるこの選挙権、投票権を持っている、その国防の義務というものがですね、日本の中にあるのか。でこれは憲法には全くそういうこと書いてませんけれども、まあ、書いてあろうがなかろうが当然主権者が国防の義務がないなんてありえないわけで、新しい選挙権法には対抗審を出しています。愚か者だけど、愚か者で終わらない。